宇宙には、無数って言ってもいいくらいの星があるでしょ。そうすると、地球のように生命のいる星が、他にもあるのかってことがやっぱり気になるね。生命が存在できる惑星であるためには、いろいろと条件が整っていなければならないけど。簡単に言えば、とにかく環境が地球に似ている必要があるな。地球に似ている星か。宇宙広しといえども、地球のような星なんて他にあるのかな？それが、最新の観測の結果、地球に似ている惑星も、結構発見されているんだ。え、そうなの？よし、それじゃあ今回は、最近発見された地球に似ている星を紹介しよう。この中に、もしかしたら第二の地球があるかもしれないぞ。知的生命体も存在していて、いつか地球とコミュニケーションできるかもね。恒星の周りを回る太陽系外の惑星は、実は1992年に初めて正式に確認されたんだ。結構最近なんだ。ただ、その発見以降、すでに5000個以上もの太陽系外惑星が発見されている。5000個って、そんなに見つかっているの？ NASA のジョン・グランズフェルド副長官は、少年時代に夜空の星を見上げては、この星の周りに惑星があるのだろうかと考えていたものですが、今や、答えは明らかです。夜空に見える星々のほとんどが惑星を持っているのです。なんて述べているぜ。恒星には惑星があるのが普通なのかもね。しかも、これまでの発見の半分以上は、2009年に打ち上げられた、NASA の、ケプラー宇宙望遠鏡によるものだ。すごい大活躍の望遠鏡だね。ケプラー宇宙望遠鏡は、地球に似た惑星がどれくらい存在するかを調べるために打ち上げられ、2018年に引退するまでの間に、50万個以上の恒星を観測して、2600個以上の太陽系外惑星を発見した。それにしても5000個の惑星か。それだけあれば地球に似ている星があってもいいかもね。地球に似て、主に岩石や金属などから構成される惑星のことを、地球型惑星、と呼ぶんだ。でも、地球型惑星で、星の構成が地球に似ているからって。それだけで、その惑星に生命が存在するわけじゃないでしょ？生命が存在する可能性があるためには、その惑星が比較的小さくて岩石質であること。そして、構成の、ハビタブルゾーン、と呼ばれるエリアの中を公転していなければならない。ハビタブルゾーン？惑星が恒星からちょうどいい距離にあって、惑星の表面に水が液体の状態で存在することのできる領域を指すんだ。恒星に近すぎると水が蒸発してしまうし、遠すぎると氷になってしまうから、ちょうどいい温度に温まることのできる距離ってことだね。ケプラー宇宙望遠鏡が残してくれた膨大なデータは、今も分析が続いてるけれど、現在のところ、これらの条件を満たして、はっきりと第二の地球だと言えるような星は見つかっていない。え？そうなんだ。残念。だけど、いくつかの星は、その可能性が高いと指摘されている。そんな星を紹介していくぜ。グリーゼ 667cc。 まずは、グリーゼ 667cc だ。グリーゼ 667cc は、地球からサソリ座の方向に、わずか22光年行ったところにある。わずかって言っても、光の速度で22年だよ。グリーゼ 667cc の質量は、少なくとも地球の 4.5 倍と見られていて、地球よりも大きな地球型惑星ということで、スーパーアースと呼ばれている。なんかかっこいい呼び方だな。グリーゼ 667cc が属しているグリーゼ 667系は、30連星系といって、恒星が3つあるという特徴を持っている。太陽のような星が3つもあるってこと？そう、大きい順に、グリーゼ 667A、グリーゼ 667B、グリーゼ 667C という恒星だ。グリーゼ 667cc は、最も小さな恒星であるグリーゼ 667c の周りを公転する惑星になる。恒星が3つもあるって、太陽系とは随分違っているけど、星はどう回っているの？太陽系だと、太陽が中心になって、その周りを惑星が回っている。そうだね。グリーゼ 667系の場合は、宇宙空間のある一点を中心にして、その周りをグリーゼ 667a とグリーゼ 667b が公転し、その二つの星の外側をグリーゼ 667c が公転するという形だ。そして、そのグリーゼ 667c をグリーゼ 667cc が回っているのか。複雑な軌道だね。グリーゼ 667cc はわずか28日間で、グリーゼ 667c の周りを公転している。それじゃあ、とても恒星の近い距離のところを公転しているってことでしょ。近すぎて問題はないの？グリーゼ 667c は、太陽よりかなり温度の低い赤色矮星なんだ。だから、こんなに近くでも、グリーゼ 667cc はハビタブルゾーンにあると考えられている。ただ一方で、やはり近すぎるから恒星のフレアで焦げてしまっているかもしれないという推測もあり、
実際どうなのかは不明なんだ。え？そこが大事なのにどっちかわからないの。残念ながら、現在の技術では、グリー 667cc の地表を観測することはできなくって。この星に、水や大気が存在しているかはわからないし、生命が存在するかどうかも不明なままだ。これからの観測に期待するしかないか。惑星の大きさや質量、それに成分なんかが、地球とどれくらい似ているかを表す数値に、地球類似性指標、というものがある。数値が1に近いほど地球と共通点が多い指標なんだけど、グリー 667cc の数値は 0.8 となっている。ちなみに火星は 0.7 だ。他の星に比べても、グリー 667cc は飛び抜けて高いというわけじゃないな。人類が住んだりするには、ちょっと難しいのかもね。ケプラー 22b。次は、ケプラー 22b、だ。地球から見て白鳥座の方向に、約600光年離れた位置に、ケプラー 22、という太陽に似た恒星がある。ケプラー 22b は、その恒星の周りをだいたい290日で公転している惑星だ。金星の公転周期がだいたい220日だから、それと同じくらいか。ケプラー22からの距離は約 0.85au で。これは太陽系に当てはめると、金星と地球のほぼ中間に相当している。1au が地球と太陽の距離でしょ。地球と太陽との距離よりも少し短いから、太陽に近い分、表面温度は地球よりも高いのかな？ケプラー22が放出するエネルギーは、太陽に比べると小さいんだ。そのおかげで、プラスマイナスされて、この惑星はハビタブルゾーンに収まっていると見られている。研究者の推測では、もし大気が薄い場合で、星の平均気温約マイナス11度。十分な大気が存在していれば、温室効果によって約22度に達すると考えられている。その温度なら液体の水も存在できそうだね。残念ながらケプラー 22b についても、まだ細かいことはわかっていない。岩石中心の惑星なのか、液体や気体が大半を占めている惑星なのかもわかっていないし、正確な質量もわかっていなくて、大雑把な見積もりで、地球の10倍から35倍くらいの大きさだと考えられているんだ。随分と幅があるね。その軌道がどのような形なのかもわかっていない。太陽系外の惑星には極端な楕円軌道を持つものも多く見つかっているから、もしケプラー 22b もそうだとすると、途中でハビタブルゾーンから出てしまう可能性もあるそうだ。それじゃあ、生命が存在するのは難しいかも。この星のことがはっきりわかるのも、これからの観測次第だな。地球類似性指標は、0.72 となっているぞ。火星よりもちょっと高いくらいか。あまり過剰な期待はしない方がいいかな。ケプラー 69c。次は、ケプラー 69c だ。ケプラーってついてるってことは、この星もケプラー宇宙望遠鏡が見つけたんだ。地球から見て、白鳥座の方向に約2700光年離れたところに、ケプラー 69, という恒星がある。ケプラー 69c は、その星を公転している2つの惑星のうちの1つだ。この惑星の、主星からの距離は 0.64au で、242日ごとに公転軌道を一周している。太陽系で言えば金星と同じような位置だね。その距離だと、恒星に近すぎるってことはないの？恒星のケプラー 69 は、太陽の約 80% の明るさしかないから。プラスマイナスで、そこは大丈夫だ。ケプラー 69c の重さと大きさは地球よりも大きく、質量は地球の6倍、半径は 1.71 倍と推定されている。天王星や海王星より小さいくらいのスーパーアースだな。表面温度は約26度と、生命が存在するには快適な温度だと見られている。なかなかいい環境じゃない？ただ、半径の割に推定質量が大きいことがちょっと心配な点なんだ。どうして？その場合、金星のように大量の大気を保持して、強い温室効果が発生している可能性が考えられる。このため、もしかすると表面温度が275度まで上昇してしまうかもしれないんだ。暑すぎて、とても住めないよ。平均温度や、公転周期なんかを見ると、地球よりも金星に似ている星だな。じゃあ、スーパーアースっていうよりも、むしろスーパーヴィーナスだね。この星も詳細は不明で、星の組成についても確信が持てないでいる状況だから。これからの研究に期待だな。あれ、この星の地球類似性指標は？残念ながら、割り振られていないようなんだ。ランク外ってこと？ケプラー 62F。次の星は、ケプラー 62F だ。ケプラー 62F は、2013年にケプラー宇宙望遠鏡によって発見された惑星で、地球から見て、こと座の方向線200光年のところに位置している。その名前からして、ケプラー62って星の周りを回っているんでしょ。その通りで、赤色矮星のケプラー62は、
太陽の 0.64 倍の直径と 0.69 倍の質量を持つ、やや小ぶりの星だ。ケプラー 62F は、この星の周りを、約267日周期で公転している。この星も大体金星と同じ公転周期だね。ケプラー 62F は、大きさは地球の 1.4 倍、質量は推定で地球の35倍以下の、地球型惑星だと考えられている。ということは、この星もスーパーアースか。ケプラー 62F については、カリフォルニア大学の青回しイルズ氏が、コンピューターのシミュレーションにより、様々な大気の状態をテストした。その結果、多くの場合でケプラー 62F が、居住可能な状況にあることを発見したんだ。人類が住めるの？ただ、ケプラー 62F が、一年中居住可能であるためには、完全に二酸化炭素で成り立つ大気を持ち、その厚さも地球の3から5倍ほど必要といった条件がつくみたいだけどな。1200光年って距離はちょっと遠いけど、移住先の候補になるんじゃない？この星の地球類似性指標は 0.68 とちょっと低めになっている。あれ？結構高めの数値になるかと思ったのに。ケプラー 186F。次は、ケプラー 186F だ。この星は、白鳥座の方向に大体580光年のところにある。ケプラー 186F は、赤色矮星の、ケプラー 186を公転する5つの惑星のうちの1つだ。星の大きさは地球の 1.1 倍で、その大きさからして岩石型の惑星と考えて間違いなく、質量は地球の 1.5 倍だと推定されているぜ。大々地球と同じサイズだ。ただ、公転軌道は地球よりもかなり小さく、わずか130日で恒星を公転する。それじゃあ、かなり恒星に近いところを回っていることになるね。熱の問題とかは大丈夫なの？恒星のケプラー186は太陽の半分ほどの大きさで、温度や高度も太陽よりも随分と少ない。ケプラー 186F に届く熱や光は、むしろ地球よりずっと弱いと考えられているぜ。もし、ケプラー 186F に大気がなかった場合、平均気温はマイナス85度くらいになると推測されている。とんでもなく寒いよ。ただ、大気が存在していれば、温室効果によって海が凍らない程度に暖かくなる。存在していればってことは、まだわかっていないの？大気の有無や恒星、水の存在といった重要なポイントについてはまだまだわかっていないのが現状だ。けれど、住むことが可能な星として、最も有望ではないかとされている星の一つだな。もし、ケプラー 186F に大気が存在していれば、この惑星の空は、地球の夕焼けのように、オレンジに近い赤い光を帯びているとされているぜ。ケプラー 186F に住むことになったら、一日中、夕日を見るのか。青空が懐かしくなりそう。そんなこともあってか、この惑星の地球類似性指標は、0.61 とこれまた低めの数値になっているな。妥当な数字かも。ケプラー 442B。次は、ケプラー 442b だ。ケプラー 442b は、地球からこと座の方向に約1100光年離れたところにある。恒星、ケプラー 442を周回する惑星だ。NASA によると、ケプラー 442b は地球より 33% 大きくて、ケプラー 442から約 0.4 au 離れた軌道を、112日で一周しているという。これまた1年が短い星だね。それだけ恒星に近いところを回っているんだろうけど、また熱の問題とかあるんじゃない？ところが、ケプラー 442b が恒星から受け取っている、光合成有効放射の量を算出してみたら、地球のような生物圏が存在する可能性があるとされたんだ。光合成有効放射？簡単に言えば、恒星が放出している光のうち、植物が光合成を行うときに利用している、波長が400ナノメートルから700ナノメートルの間の可視光線のことだ。研究者によると、恒星の表面温度が約2500度未満の場合は、光合成有効放射の量が弱くて、光合成が活性化されない可能性があり、約3500度未満の恒星を公転する系外惑星の場合、光合成は可能かもしれないけれど、地球のような生命圏は維持できないという。それは、恒星の温度が低すぎてダメってこと？そう、逆に表面温度が太陽よりも高温の恒星の場合、光合成有効放射は強くなるものの、今度は恒星の寿命が短くなるため、惑星上で複雑な生命が進化するのに十分な時間が得られない可能性が高まるとのことだ。温度が高すぎてもダメなんだ。この点で、ケプラー 442b は、地球のような生物圏を支えられる可能性があると考えられている。っていうことは、もしかしたら、生命が存在しているかもしれないってこと？光合成有効放射の量の観点からするとな。ただ、その一方で、この惑星の年齢が20億歳と若すぎることや、推定される表面温度がマイナス 2.65 度と低すぎるところが難点だ。それに海の存在や大気の状況など、わかっていないことも多くて、
居住が可能かは、まだわからない。この星も、これから先の研究に期待か。地球類似性指標は、0.84 だ。そこそこいい感じの数字だね。ケプラー 452b。次は、ケプラー 452b だ。ケプラー 452b は、地球から白鳥座の方向に約1400光年離れた位置にある。ケプラー452を公転している惑星だ。恒星のケプラー452は太陽の 1.1 倍、ケプラー 452b は地球の 1.6 倍の大きさだ。ケプラー452は大きさも温度も表面温度も、太陽に非常によく似ており。ケプラー 452b は、そのハビタブルゾーン内を公転している。主星からほどよく離れているため、表面に液体の水が存在できる程度の温度だろうと推測されている。ふむふむ。ケプラー 452b が恒星の周りを公転するのに要する時間は、地球が公転するよりもわずか20日長いだけだ。ほとんど地球と太陽の関係と同じだね。そう、だからこの惑星は、これまでに見つかっている太陽系外惑星の中で、地球に最もよく似ている星の一つとされている。ケプラー 452b の組成はまだわかっていないが、研究者たちは 50% 以上の確率で岩石質の惑星だろうと考えている。NASA エイムズ研究センターのナタリー・バターヤ氏は、ケプラー 452b とその主星は、私たちが探しているものに一番近い太陽系外惑星系です。と述べているぞ。それは期待しちゃうな。そんな期待に応えるように、地球類似性指標は 0.83 だぜ。この星も結構地球に似ているんじゃない？ケプラー 1649c。次は、ケプラー 1649c だ。この惑星は、発見の経緯が面白いんだ。どういうこと？ケプラー宇宙望遠鏡は、簡単に言うと、星を観測して自動で惑星かそうでないかを判別している。すごい、そんな判別が自動でできるんだ。判別にはアルゴリズムが使われているんだけど、ケプラー 1649c は惑星じゃないと判定された星のデータを、専門家のチームが再生させたことで、見つかったんだ。え、そんなことがあるの？ケプラー宇宙望遠鏡は、2009年から2018年の運用期間の間に、何十万という星を観測したから、自動化システムは不可欠だった。確かに、それだけの数の星を一つ一つ人が点検するのは、現実的じゃないね。この自動判別では、トランジット法、といって、星の明るさが下がるポイントを探すんだ。なぜ明るさが下がるポイント？トランジットって、通り過ぎるって意味なんだけど、恒星の前を惑星が通り過ぎることで、恒星の光を遮り、一時的に暗くなるのを感知するんだ。ただ、一時的に暗くなる原因は、惑星のトランジットだけじゃないから。アルゴリズムが判別して怪しいものについては、これは惑星のせいじゃない、として排除する。へえ、そうやって判別していたんだ。でもこのシステムも、完璧じゃなかった。ケプラー宇宙望遠鏡が、初めてケプラー 1649c を観測したとき、ケプラー宇宙望遠鏡は、惑星じゃない、と自動判定していたんだ。もしアルゴリズムの判断結果を人の手で点検していなければ、見逃していたでしょう。と、テキサス大学のアンドリュー・バンデンバーグ氏は述べている。この発見が示しているのは、自動化手法が向上したといっても、惑星候補を人の手で調べることが重要だということです。ということだ。もしかすると他にも見過ごされた惑星があるかもしれないってこと？まだまだ最後には、人がチェックする必要があるのかな。まあ、アルゴリズムもどんどんと改良されていくから、その精度も上がっていくんだろうけどな。こうして見つけられたケプラー 1649c は、地球から白鳥座の方向に300光年離れたところにある、赤色矮星、ケプラー 1649 を公転する惑星だ。ケプラー 1649c のサイズは地球の 1.06 倍ほどとなっている。ほとんど地球と同じサイズだね。ただ、ケプラー 1649c の公転周期は 19.5 日と非常に短い。極端に短い1年だな。そんなところを回っていて大丈夫なの？かなり恒星に近いところを回っているけれど、ケプラー 1649c が主星から受け取る光は、地球が太陽から受ける光の 75% くらいだ。星の温度はどれくらいになるの？大気がない場合はマイナス39度くらいだと推測されているけれど、もし大気があれば、また変わってくるから、正確な地表温度は不明なんだ。まだわからないことの多い惑星だけど、ハビタブルゾーン内にあると考えられていて、地球類似性指標は、驚きの 0.93 だ。それ、もうほとんど地球と同じって言っていいんじゃない？プロキシマケンタウリ B。 次は、プロキシマケンタウリ B だ。プロキシマケンタウリって知ってるよ。太陽系に一番近い恒星でしょ。そう、プロキシマケンタウリ B も、地球からわずか4光年の距離にある。
地球に最も近い太陽系外惑星だ。プロキシマケンタウリを回る地球型惑星の存在は以前から推測されていて、2016年に発見されたこの惑星は、地球の 1.27 倍の質量を持ち、プロキシマケンタウリのハビタブルゾーンに位置している。4光年なら、将来、旅行できるようにならないかな？ただ、実際にプロキシマケンタウリ B が、居住可能かというと疑問符がつく。というのも、恒星と衛星の間の距離が非常に近く、太陽と地球の間の距離の約 5%。だいたい750万キロしかなくって、恒星からの極端な紫外線にさらされているんだ。そんなに近くだったら、公転周期もかなり短いんじゃない？プロキシマケンタウリ B の1年は、11.2 日しかない。季節の変化を楽しむ余裕もないね。それに、プロキシマケンタウリは、太陽に比べて質量も半径も、7分の1程度とはるかに小さく、発する熱も少ない。だから、プロキシマケンタウリ B が、主星のすぐ近くを回っていると言っても、受け取っている熱は、地球が太陽から受ける量の約 65% 程度と推測されている。それじゃあ、この星も随分と寒いんじゃない？もし大気がなければ、その表面の平均温度はマイナス40度になると見られる。大気がある場合は？その場合、30度からマイナス30度までの幅があり、地表の一部で、液体としての水、が存在するだろうと考えられている。一番のご近所さんだけど、その条件だと簡単には訪問できないかな。地球類似性指標は、0.86 となかなかの値になっているから、ワンチャン行ってみてもいいかもな。トラキスト 1E。 次は、トラキスト 1E だ。水が目座の方向へ約41光年進んだところに、トラキスト1、と呼ばれる恒星がある。トラキスト1は表面温度が約2300度、質量と直径は、太陽の1割ほどという小さな赤色矮星だ。太陽の10分の1って、星としてはかなり小さいんじゃない？赤色矮星自体はありふれた恒星なんだけど、このトラキスト1は、地球サイズの太陽系外惑星が7つも見つかったことで注目を集めたんだ。トラキスト1を公転する7つの惑星は、内側から、トラキスト 1B、トラキスト 1C、というように、トラキスト 1H まで名付けられた。トラキスト1は軽くて小さな恒星だから、惑星系のスケールも太陽系と比べて、とても小さい。トラキスト1の7つの惑星は、水星の公転軌道よりもはるかに小さな軌道を描いているんだ。水星の内側に全部入っちゃうんだ。それは随分コンパクトだね。一番外側にあるトラキスト 1H でも、公転周期は 18.77 日。一番内側のトラキスト 1B に至っては、1.51 日しかないんだぜ。短。これらの7つの惑星は、どれも地球のような岩石惑星と見られており、このうちトラキスト 1E、トラキスト 1F、トラキスト 1G の3つの惑星は、トラキスト1のハビタブルゾーンを公転していて、生命を支えられる環境を持つ可能性があると見られている。でも、まだよくわかってないんでしょ。先に言うなよ。ただ、いいニュースもあって。トラキスト1は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測対象になっているんだ。出たね、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。特に、トラキスト 1E をターゲットにして、惑星が持つ大気の兆候を探る予定になっている。ただ、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測でも、大気の有無に関する部分的な情報しか得られない可能性もあるようだけどな。大丈夫、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡ならやってくれるよ。すごい信頼だな。地球類似性指標はどうなっているの？ 0.85 だ。なかなかいい数字だね。グリーゼ 12B。 最後に紹介する惑星は、グリーゼ 12B だ。グリーゼ 12B は、地球から魚座の方向に40光年の場所にある。赤色矮星、グリーゼ12の周りを回っている。グリーゼ 12B は2024年になって命名された、見つかったばかりの惑星なんだ。これまでの惑星を見ていると、赤色矮星の周りを回っていることが多いんだね。その通りで、赤色矮星を回る惑星は、地球外生命を探す上で有力な候補となってきた。ただ、赤色矮星の中にも活動性の高い星があり、頻繁に激しいフレアを起こして生命を脅かす高エネルギー放射線を放出している。赤色矮星ならどれでもいいってわけじゃないんだ。この点、グリーゼ12は不活発な赤色矮星であり、惑星が直面する有害な環境は、はるかに少ない。ということは、それだけ生命が存在する可能性が高まるね。その上、グリーゼ 12B は、地球とほぼ同じ大きさであり、地球と同じような組成と表面環境を持っている可能性がある。それに、恒星のハビタブルゾーンのちょっとだけ内側にあり、十分な光を受けている。条件的には、いい条件が揃っているんじゃない？ただ、グリーゼ12からの距離は地球から太陽までの距離の約14分の1しかない。随分と近いね。
グリーゼ12は、太陽に比べて低温だけど、それでも主星から受けるエネルギーの放射量は地球の 1.62 倍となっている。ということは、地球よりも暑いってこと？大気の影響を考慮しない場合で42度。大気があった場合は温室効果によりさらに温度は高くなると考えられている。それじゃあ、水があってもすぐに蒸発しちゃうよ。だから、グリーゼ 12b が本当に住める星なのか、疑問だとする意見も強いんだ。え？住めるの住めないの、どっちなの？研究者にとって都合のいいことに、グリーゼ 12b くらいの距離にあると、その表面環境を、より詳細に研究できるというメリットがあるそうなんだ。例えば、大気透過分光法、なんて観測方法が使えて、惑星の大気を通過する星の光のスペクトルの変化を調べることで、惑星の大気の組成を推測することができる。それによって、酸素、水、メタン、二酸化炭素などの気体を特定することができるんだ。じゃあ、その方法でグリーゼ 12b を観測すれば、グリーゼ 12b の大気や地表の状態について、より詳細な研究を行うことができるだろうな。果たして、グリーゼ 12b は、居住可能な惑星なのかな？これからの研究成果に期待だな。人類は宇宙で一人ぼっちなんじゃないかって思っていたけど、これだけ地球に似た星があるんだったら、全然そんなことはなさそうだね。ケプラー宇宙望遠鏡が観測した星も、無数の星のほんの一部だろうから。地球に似た惑星は、もっとあってもおかしくないだろうな。地球に似た星、さらには知的生命体が存在している星だっていくつもあるかも。もしかすると、私たちと同じように宇宙の観測をして、知的生命体を探しているかもしれないね。地球や太陽系は、一体どんな風に見えているんだろうな？人類の存在を見落とさないで、ちゃんと気がついてくれるといいな。